インフルエンザの流行に備えて治療薬を徹底的に解説していきます。ようこそ薬剤師の先生、金井のハビーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、インフルエンザウイルス治療薬についてやっていきます。毎年冬になるとインフルって流行すると思うんですけど、その度に、あれ？このお薬の使い方どうだったっけなとか、感染のポイントどこら辺だったっけというように、なんか知識が曖昧になってることってあったりしませんか？僕もそうなんですけど、今回はインフル治療薬について、主に感染のポイントをかいつまんで説明していけたらなと思います。この流れなんですけれども、まずはじめにインフル治療薬を扱うにあたって鉄則が3つありますので、これを紹介させていただいてから、インフル治療薬を6つですね、説明させていただきます。僕の感覚的に現場でよく使われている順にね、説明していきたいなと思います。そして動画の最後にまとめもありますので、皆さんと一緒にまた学んでいけたらなと思います。今回の動画はですね、皆様の脳裏に知識を焼き付けていけたらなと思います。本日も全力で動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。 On your mark。それでは早速中身に入っていきます。まずは鉄則3つなんですけど、これ先に結論を申し上げると、1つ目が最初の1回はなるべく早く飲む、そして飲み切るということ。2つ目が治療と予防で使い方が異なるということ。3つ目が異常行動についてですね、順番に説明していきます。まず1つ目なんですけど、ほぼ全てのインフル治療薬には48時間以内に服用を開始しないと効果が保証できないというような文言がありますので、最初の1回はなるべく早く飲んでほしいんですよね。で、これ薬局によって異なってると思うんですけど、その場で飲んでいいところもありますし、感染のリスクを考えて薬局内では飲んではいけないというようなルールが決まっているところがありますので、ここは皆さんチェックしていただければなと思います。そして飲み切ってほしいっていうのは、途中で服用をやめてしまうと耐性ウイルス出現の原因にもなりますし、途中で症状が良くなったのでやめちゃうと後で悪化したりする可能性があるので、ちゃんと処方された用法用量に従ってですね、お薬を飲み切っていただくことが大事になります。お次2つ目なんですけれども、治療と予防で使い方が異なります。同じお薬でも、例えば1日2回が治療なんですけど、予防の場合は1日1回で飲む、飲み方があったりするんで、これも後ほど解説させていただきます。治療と予防の違いっていうのは、薬の使い方だけではなくてお金とかも変わってくる可能性があるんですね。これどういうことかっていうと、予防の場合は保険適用が使えないので自己負担になる可能性があるんですよ。あるあるなのが、家族の誰か一人がインフルに感染してしまって、例えばその兄弟が受験を控えているので、予防としてインフルの治療薬が欲しいので出してもらったみたいなパターンがあったりします。その場合だと兄弟でイナビルが出てるんですけど、片方が保険適用で片方が上のね、番号、保険番号が入ってないっていうパターンがありますので、ここは皆さんお会計が発生しますので間違いないようにしてほしいですね。3つ目の異常行動について、これは厚労省からね、発表されている資料があるんですけれども、主に未成年者の男性に多い傾向があるみたいです。この異常行動の原因としては、未だにインフルエンザウイルスのせいなのか治療薬のせいなのか分かってないところではあるんですけれども、症状が発現してから48時間以内に異常行動を起こす傾向があります。どういう行動をするかっていうと、突然走り回ったり、あとは窓から飛び降りようとしたりする可能性がありますので、この最初の2日間には注意が必要でございます。対策についてもこの資料の下側に書いてありまして、例えば窓を閉めたり、一軒家の場合ですね、2階で寝かせてる場合とかは窓から飛び降りないように1階で寝かせるとか、窓がある寝室では寝させないようにするとか、そういった工夫がありますので、この資料もね、ご一読していただければなと思います。ということで、ここまでがインフル治療薬を扱うにあたって大事な3つの鉄則でした。それではここから先、バチバチに治療薬を紹介していきます。一つ目ですね、インフルエンザウイルス治療薬、一つ目がイナビル吸入粉末剤になります。こちら成分名がラニナビビルになってまして、作用基準がノイラミニダーゼ阻害ですね。ちなみに成分名でなんちゃらミビルという風に来ましたら、これはノイラミニダーゼ阻害のインフル治療薬になりますので、特に学生の方は覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。作用基準の詳細なんですけれども、ウイルスの増殖過程で大きく5段階あります。
吸着、侵入、脱核、複製、放出っていうのがあるんですけど、この放出のところを阻害するのがノイラミダーゼ阻害になります。ウイルスって自分たちの数を増やすためには他の細胞に感染して、その感染先の細胞の中で数を増やして外に出てくるわけなんですけれども、この最後の外に出ていく過程を阻害するのがノイラミダーゼ阻害なんですよね。じゃあノイラミダーゼって何なのっていうと、ウイルスが持ってる酵素ですね、この細胞から離れる時に使う酵素になりますので、これをノイラミダーゼというふうに言うんですよね。以上が作用基準についてでした。お次は用法用量についてなんですけど、これを皆さん一番覚えてほしいです。10歳っていうことです。10歳以上が1回に2キット、10歳未満が1回1キットになりますので、これをまず覚えておいてください。そして10歳以上の方で治療と予防で若干使い方が変わってくるケースがあるんですよね。まずは治療の場合、一気に2キット吸っちゃえばいいんですけど、予防の場合は一気に2キット吸うか、1日1キットを2日間吸うかっていうやり方があります。これ僕間違えないようにですね、もう両方とも一気に吸っちゃってくださいねっていう風に説明するようにしていますね。10歳未満の場合は1キットしかないんで、治療も予防も使い方一緒なんですけど、10歳以上の場合は若干使い方が違うよっていうのを皆さん覚えておいていただければなと思います。そしてイナビリに関してこれで最後なんですけど、吸入器のデザインが2018年に変わったんですよね。イナビルって1番と2番の薬剤トレイがあるんですけれども、この薬剤トレイが透明になって吸い残しがないか確認できるようになったんですよ。最初の状態は粉が半分より下くらいに溜まっているんですけど、上手に吸えているとこの薬剤トレイが全体的に曇りがかったような見た目になりますので、この点についても患者さんに説明してあげた方がいいんじゃないかなと思います。ということで以上がですね、1種類目イナビルについてでした。それでは続いて2種類目ですね。インフルエンザウイルス治療薬2種類目がゾフルーザでございます。こちら成分名がバロキサビルマルボキシルで、作用基準がキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害でございますね。長いね、いろいろ大変ですよね。この医薬品は2018年に開発されたインフル治療薬の中でも一番新しいお薬でございます。作用基準の詳細についてなんですけど、先ほど説明したウイルスの増殖段階、吸着、侵入、脱核、複製、放出があると思うんですけど、この複製のところを阻害するのがキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害でございます。学生の方はもっと細かく出てくるので説明すると、人に感染した場合で言うと、我々の細胞にはメッセンジャーRNA の5ダッシュマッタにキャップ構造っていうのがあります。で、このキャップ構造はタンパク質を合成する最初の構造なんですけれども、この構造をウイルスが盗んで自分たちのタンパク質を合成するんですよ。ここを阻害するのがキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害でございます。複製の転写翻訳のねところを阻害するんだよと覚えておいていただければなと思います。次は用法用量についてなんですけど、これ大事な点が2つあって、1つ目がゾフルーザは1回だけ飲めば重量になるということ、2つ目が12歳以上は80キロが境目ということです。順番に説明していくと、ゾフルーザは先ほど作用基準のところで説明したように、ウイルスが増える前の複製の開始点を阻害するので、1回だけ飲めば強力に効くお薬になってます。2つ目の80キロが境目っていうのは、12歳以上の小児または成人の場合は、80キロ以上の場合は1回4錠、80キロ未満の場合は1回2錠になりますので、ここが監査のポイントになります。ゾフルーザってもっと年齢の低い小児の領域では細かく量が決まってるんですけど、ほとんど処方される方は成人になってくるかなと思いますので、この80キロのところを覚えておいてほしいと思います。あんまりないと思うんですけど、12歳未満だった場合は体重が80キロ以上だったとしても1回2錠になりますのでお気をつけください。要するに12歳未満は最大2錠、 40mg ということになりますので、ここは注意していただければなと思います。あとは治療と予防の用法用量に関しても1回飲むだけなんで、これはどちらも同じになりますので、ここもね押さえておいていただければなと思います。ということで2種類目がゾフルーザについてでした。それでは続きまして3つ目ですね。インフルエンザウイルス治療薬3つ目がタミフルになります。こちら成分名がオセルタミビルになってまして、作用基準はノイラミダーゼ阻害ですね。剤形としてカプセルとドライシロップがあるのが特徴的でございます。まずこのカプセルとドライシロップの使い分けなんですけれども、 37.5kg 以上の方は基本的にカプセルを使っていただきます。ただ飲み込みができなかったり 37.5kg 未満の体重の方に対しては粉が使われる場合が多いですね。
両方用量についてなんですけど、カプセルから説明いたしますと、治療の場合は1日2回になります。で、1回1カプセルずつを5日間になるんですけど、予防の場合は1日1回になります。で、1回量は同じ1回1カプセルで、これを7から10日間ですね服用しますので、治療と予防で用法が変わってくるのが特徴的なんですよね。お次はドライシロップについてなんですけど、さらに細かいんで皆さんここは注意してください。体重1キロあたりで1回量が決まってます。体重1キロあたり成分として2ミリが基本的な1回量ではあるんですけど、1歳未満の方は体重1キロあたり成分が3ミリグラムになりますので、ここは注意してください。要するに0歳だと体重1キロあたりの成分量が増えるよということになりますので、注意していただければなと思います。治療が1日2回を5日間、予防が1日1回を10日間になってます。予防の日数がカプセルとドライシロップで若干違っておりますので、ここもね注意していただければなと思います。そんでタミフルのドライシロップには最大の特徴があって、それは味がめちゃくちゃ苦いらしいんですよ。なのでお子さんに飲ませるのにかなり苦戦するお薬ではあるんですけれども、製薬メーカーさんからお子さんが飲みにくい場合何と混ぜればいいんじゃいっていうような資料が出てたりします。そこにはアイスであるとかココアですね、粘り気のあるものとか味の濃いものと一緒に混ぜる方がいいっていうのと、あとは服用補助ゼリーとかがありますので、ここら辺をですねお子さんが飲みにくい場合、味をマスクするためにですね保護者の方に提案してあげた方がいいんじゃないかなと思います。ということでインフル治療薬3種類目がタミフルに関してでした。続きまして4つ目でございます。インフルエンザウイルス治療薬4つ目がリレンザになります。こちら成分名がザナビビルで、作用基準がノイラミナーゼ阻害ですね。早速用法用量についてなんですけど、先ほどのタミフルとめっちゃ似てます。治療についてが1日2回で1回2ブリスターを5日間になりまして、予防の場合が1日1回1回に2ブリスターを10日間になります。で、これ初めて聞く方だと2ブリスターってなんじゃいってあるじゃないですか。リレンザって吸入器とディスクに分かれていて、このディスクの中にくぼみが4つあって、1つが1ブリスターってされてるんですよ。要するに1ディスクで4ブリスター、1ディスクで1日分になってるんですよね。で、このディスクが5枚で1セットになっていて、キットと一緒にね梱包されてるんですよ。僕が小学生の時はリレンザが第一選択薬だったんだけれども、イナビルの登場によって同じ吸入薬なんだけど、リレンザの方が使用日数が長いし、あとキットのやり方っていうのが難しかったりするので、今ではイナビルの方がシェア率が高くなってるんじゃないかなと思います。ということでインフル治療薬4種類目がリレンザに関してでした。それでは皆さん、ラストスパートでございます。ここからはサクサクいきますね。5つ目でございます。インフルエンザウイルス治療薬5つ目がラピアクタでございます。こちら成分名がペラミビルになってまして、作用基準はノイラミナーゼ阻害ですね。投与経路が唯一静脈内投与というところが特徴的でございます。販売規格に関してはバイアルであったり、あとは液体のバッグであったりするんで、薬局で見ることはまあほぼほぼないんじゃないかなと思います。どういう時に使われるかっていうと、患者さんの嚥下能力が低かったり、症状が重症な場合ですね。ご高齢の場合であるとか、お子さんが小さかったりすると、そもそも物を飲み込めなかったり吸入する力もなかったりするパターンがあるんですよね。そのような時であるとか、あとは肺炎とかを合併しちゃったりすると咳込んじゃってなかなか物を飲み込めなかったりするんですよね。そのような場合は口にお薬を適用することができませんので、静脈内注射を考慮する時があるんですよね。用法用量についてはあんまり見ない薬だと思いますので、その都度添付文書をご覧になっていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ということで5つ目、インフルエンザウイルス治療薬ラピアクタについてでした。それではこれでラストでございます。6つ目ですね。インフルエンザウイルス治療薬6つ目がアビガンでございます。こちら成分名がファビピラビルで、作用基準が RNA ポリメラーゼ阻害薬になってます。で、この RNA ポリメラーゼ阻害に関しては、僕前に作った動画コロナ治療薬のところで述べておりますので、そちらご覧になっていただければなと思います。アビガンに関しては毎年流行している季節性のインフルエンザには使われません。どういう時に使うかっていうと、新型のインフルエンザが
が登場した時、あるいは何か未知のウイルス用に国が厳重に保管しているお薬なんですよね。イメージ的に言うと最後の切り札みたいな感じなんですよ。国の許可がないと市場に出回ることはないお薬になってますね。アビガンっていうと、もしかしたら小耳に挟んだことある方いらっしゃると思うんですけれども、新型コロナのパンデミックが起こった時に実際に臨床試験が行われていたお薬なんですよね。今回の新型コロナウイルスに対しては効果が微妙だったみたいで、承認までには至らなかったんですよね。この国の切り札的な存在のアビガンなんですけれども、特徴があってめっちゃ高価な薬なんですよ。1錠あたり今の薬価で約4万円ぐらいするお薬なんですよね。しかも新型インフルに使う場合って1日目これを16錠飲むんですよ。5日間まで飲むお薬で合計40錠飲みますよね。そうすると皆さん1人当たり何円ですか？160万になります。この医薬品を頻繁に使ってしまうと日本の医療費が崩壊してしまうと思いますので、使うことが来ないことを願うばかりですけれども、ウイルスのパンデミックって約2、30年に1回起こったりするんで、もしかしたらね、使うタイミングが来るかもしれないというところで、アビガンという存在があるよということは覚えてほしい内容になっておりました。ということで、インフルエンザウイルス治療薬最後6個目がアビガンについてでした。はい、皆さん本日もここまで見ていただきありがとうございます。インフル治療薬の中ではよく使われるもの、使われないもの合わせて6個紹介させていただきましたが、いかがでしょうか？意外とこう見ると種類多いですよね。ここまで長尺になっちゃってると思うんで、最後にまとめをやらせてください。グラフをですね、作ってみたんですけれども、アビガンに関してはカットをさせていただいております。まずは作用基準のところですね。大きく作用基準は2つありまして、ノイラミニダーゼ阻害とキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害があります。ほとんどノイラミニダーゼ阻害のものになりますが、成分名がなんちゃらミビルという風な語尾になってましたらノイラミニダーゼ阻害になってますので、特に薬学生さんの方はね、押さえていただきたい内容になってます。お次はですね、イナビルとリレンザですね。どちらも吸入のインフル治療薬になるんですけれども、その使いやすさから現在ではイナビルの方が多く使われております。用法用に関してもイナビル10歳が境目になってくるので、ここを覚えておいていただければなと思います。お次はタミフルについてですが、剤型がカプセルドライシロップの2種類ありましたよね。用法用量についてはリレンザにめちゃくちゃ似てました。タミフルのドライシロップについては監査のポイントがあって、0歳かそうではないかで1回あたりの成分の量、換算量っていうのが変わってきますのでご注意ください。そしてゾフルーザはインフル治療薬の中でも一番新しいお薬で、用法が1回で終わる非常に飲むのが簡単なお薬ですよね。錠剤ということもあって成人の方によく出るお薬であります。これだけ作用基準がキャップ依存性エンドヌクレアーゼになりますので、ここも違いになります。最後はラピアクタに関してなんですけど、このお薬は他のお薬と比べると投与経路が唯一静脈内投与でしたよね。重症な方であったり嚥下能力が低い方で他のお薬で使えない場合に検討される場合があるということでした。このような感じでまとめは以上にさせていただくんですけれども、まあ、やっぱりインフルの治療薬って1年に1回流行するっていうのが一般的ではあるので、なかなかこうね、最初の辺薬の知識がうる覚えになっちゃったりしますよね。僕は皆さんにね、注意喚起するために毎年毎年インフル治療薬の動画を作っていきたいなと思います。今後もですね、治療薬に関することではなくて薬学生であるとかフリーランスに関することもこの動画を通して発信していきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後に宣伝にはなるんですけれども、私管理人のハーフィーはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しております。薬剤様、薬局経営様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄にリンクを載せておきますのでお問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。